あ、こんな感じですね。開けてみて、センサーはこんな感じになってますね。おいおい、全然いかんやんか。はい、皆さんこんにちは、バーナムでございます。いよいよですね、本格的に電源系をいじっていきたいと思います。車の中ではですね、使う電気がやっぱり多いですね。とにかく YouTube を撮影するためにいろいろなカメラやマイクの機材を電源につなげなければいけません。もちろんバッテリー駆動のものもあるんですが、長時間撮影するときはやっぱり電源につないでた方がいいですよね。かといってシガーソケットから電源を取るだけではですね、アンペア数が足りなかったり心もとない、正常に機器が作動しなくなったりする可能性があります。そこで車をカスタムしている人が通るべき道は抜直配線でございます。抜直配線っていうのは何かっていうとですね、バッテリーから直接電気を取ってくるというようなカスタムなんですけれども、車によってね、配線が難しい、簡単あります。ラングラーはいかがでしょうね。ちょっと見てみたいと思うんですけども、バッテリーから線をつないでいって、大きな電源を使える専用ケーブルみたいなのを引いてくるわけです。そこからそれぞれの機械にこうバッとね、分割することによって撮影機材用のブレーカーみたいなのが1個できたような感じです。で、今日つけてみるのはこちらですね。こちらはですね、バイク用のアクセサリーです。ただバイク用って言っても 12V のものですから、もちろん車の 12V 車にも対応しております。近くで見るとこんな感じ、大きさ基準こんな感じですね。なんでバイク用を選んだかっていうとですね、他に車用でいい分岐配線がなかったっていうのと、バイク用だとサイズがやっぱり小さいんですよね。サイズが小さいので安心して、いろんなところに取り付けられるっていうところがあります。ちょっとね、中見てみましょうかね。かなり小さいんですよ。しかも優秀なんで、こんな感じで、ちょっとスペックの方から見ていきますね。アクセサリー電源と常時電源を一括管理って書いてあるんですが、これ ACC 電源ってやつですね。キーをオンにした時に連動してオンになる ACC 電源が3系統で、常時電源が1系統、これがですね、分岐できるような感じになってます。ACC 合計が 17.5A ですので、いろんなカメラとかが接続できるよっていう大容量のものになりますね。もっと大容量あるんですけども、一旦これでやりたいと思います。商品がこんな感じなんですが、かなり小さいですよね。もう手のひらの平の部分収まるような感じです。高さこんな感じ。やっぱりバイク用だとすごくコンパクトにできてますよね。ここにですね、3系統のケーブルがあります。プラスマイナスケーブルが出てますね。はいはいはい。前回2本目の動画でカーナビの設置動画を撮影した時に、ディーラーのメカニックの方が配線はプラス配線だけでマイナスはボディに行くんだって言ってましたが、これはプラスマイナスあるのでプラスマイナスに接続していきます。こちらの長くて太いケーブル、これがバッテリーに行くケーブルですね。で、この先はっていうと、こんな感じでクワ型のようなこうね、これをバッテリーにこうピッピッとつけていきます。この赤いこの線は ACC 電源から引っ張ってきます。これは電気を取ってくるわけではなくて、キーがオンだよ、キーがオフだよっていうのを知るための信号線と言われるやつです。なので別に大電流は必要ないんですね。今キーがオンなのかオフなのかっていうのを知るためのものです。だと思います。バッテリーから電源を持ってきて、それを3つに分割するっていうね。この3つは ACC 電源です。ここ両側にですね、こうネジでガッチリ止まる、これが常時電源用のアウトプットですね。ここから常時電源が出せるようになってます。で、常時電源はね、プラスとマイナスがすごい遠くにいますね。ショートを防ぐためだと思うんですけれども、このマイナスはボディにね、つなげる感じ。で、このプラスが機器に行くような感覚ではないでしょうか。こんな感じですね。常時電源のプラス、常時電源のマイナス、マイナス。そして ACC 電源が3ケーブルですね。あとはですね、これ、覚えてますかね？これ、あれが入ってますよ。これね、ディーラーのメカニックの方が教えてくれました。業界用語でいうところのカニさんと言われるものですね。
これは AAC ケーブルからこれで電気を持ってきてくださいねっていう感じだと思うんですけれども、これを車内の AAC ケーブルにこうパチッとつなげてこれにつなげると、そうすることによって AAC オンオフの判断がつきますので、これをね入れていきたいと思います。あとは結束バンドが2本ついてました。あとこれね両面テープですね、本体をどっか車内にね裏の方にペッてこう貼る用の両面テープ、以上です。これをバッテリーからつなげていきたいと思うんですが、多分ねバッテリーの長さこれねちょっとそんなに長くないので延長が必要かもしれないですけど、ちょっと一回ねあの車の方に行ってみたいと思います。はい、じゃあね早速この抜直配線取り付けていこうと思います。まずはボンネット開けていきます。爪の部分を開けていきます。これがね重いんですよね。開けました。ラングランの助手席側一番端っこ、ここにあるのがバッテリーですね。で今からこのバッテリーにこれを接続して中に持っていこうと思いますが、早速ね長さが全然足りなそうなんですよね。これがバッテリーでこっちがグローブボックスの中に入る予定なんですが、もう全く足りません。全然足りないのでこれと同じ太さのケーブルを用意しましたね。はい、これですね、同じケーブルの太さのものを用意してありますので、これで延長していきたいと思います。まずですねこれ普通にこれ切るやつでここを切っていきます。で配線を出しますんでね、まずはこのクワ型端子を切ります。中から銅色の端子が出てきますんで端子を出していきます。この時に銅のこの銅線がね一本も切れないように気をつけてください。一本でも切れたらやり直しです。中学の時に技術の先生にそれを教えてもらいましたね。一本でも切れたらこのケーブルの性能が失われてしまいますので一本も切れないようにしてくださいということです。今度は延長側の線を切っていきます。はい、こんな感じで、そしたらちょっとねこれをまとめてあげます。作業しやすいようにまとめますね。で続いて、これですね、接続するための端子こちらですね、これをここにねはめてあげます。これじゃちっちゃいね。ダメかな。おいおい全然いかんやんか。はい、ではですね、こちらの分岐の機器からですね延長コードを今ここで配線しましたので接続とあと絶縁が終わりました。でこっちが車の中側ですね。でこれがバッテリーに接続されます。でバッテリーから来た電気がここで分岐されて、この3本が ACC 電源ですね。 ACC 電源でここのプラスマイナスが常時電源、こんな感じのものになります。でここからいろいろな USB 充電器だとかデジタルバックミラーとかそういうものにつながっていくことだと思います。まだちょっと何につなげるかは決めてないですが、このバッテリーからですね引き込むこのケーブル、これをですね助手席まで持っていかなきゃいけないんですが、これが一番ね難しいところなんです。どうやって持っていくかっていうと、これケーブルを伝ってこの辺ですね、この辺のケーブルが助手席の方に行ってますので、ここからずっとですねこれですね、このケーブルですね、これがどうなってるのかっていうと、この後ろを通って前の窓の下を通って向こう側に行ってます。つまりですねこのカバーとこの窓をですね少しこう起こしてずらさないとこの下にケーブルが行かないんですね。でまず開けますので、こことここね開けるので必要な機材ですね紹介したいと思います。これですね最初からラングラーに入っているものでもできるんですが、工具箱の中にも同じものが入ってましたのでこれをやっていきたいと思います。これね
40ミリのトルクスレンチっていう星型、これですね、星型の40ミリのトルクスっていうタイプのものですね。それと延長です。はい、この間紹介したのと同じ、ワークプロを買っていれば全く同じものがあると思うんですけど、ちなみにこのトルクスってここが取れるので、このちっこいのとこの接続するもの、これをまず合わせます。カチッとはめますね。ほんでこの延長の棒に刺します。こんな感じで、で最後にこのカチカチなるやつ、カチカチなるやつに差し込む、こんな感じの装備。これ1本での窓を開けていきたいと思います。でこれね、まずはですね、ここの部分を取っていきたいと思います。まあ、ここね、もう見てわかると思うんですけど、ここにね、星型のネジがついてますね。ここを1箇所、2箇所、3箇所、4箇所と4つね、開けていきます。で、ここね、プラスチックです。なのでお取り扱いに気をつけてください。下手したらパキッといくかもしれないんでね。じゃあまずここ開けていきますね。こんな感じでこうやってね、ネジを使って開けていきます。日本仕様の車と、あとアメリカ、あと北欧ですね、それぞれエンジン内のレイアウトが違うっぽいので、どこを開けてどのように通していくかみたいなのは、それぞれの仕様をご確認の上、なんかバッテリーここにないんだけどみたいな方もいらっしゃると思います。日本のディーラーで購入したものであれば中は同じだと思います。ちょっと年式によっても若干違うのかもしれませんが、そこはちょっと、もし何年の使ってるけど違うよみたいなあったらコメント欄で教えてください。へえ、そうなんだっていう参考にさせていただきます。はい、でも途中までね、回していったらこの辺は手で取れるんですが、ここからですね、どのようにしてこれをパコって開けるのかっていうのが知らないと分かんないんですが、これはね、こっちにこう引いていくだけっていうことですね。おお、はいはいはい、おお、はいはいはい、あ、こんな感じですね。はい、取れました。ほら、プラスチックね、これ扱い気をつけてくださいね、パリっていかないように。はい、カバーがね、外れました。次はですね、ここをこうちょっと起こしていくんですが、こう起こさないとね、ここの部分が近くで見るとこんな感じになってるんですが、これと同じようにこの中に、これね、室内に入ってってますが、このフロントウィンドウの下縫ってってますね。はい、この辺から来てるケーブル類がバーっとこのカバーの下を通って、この窓の下を通って中に入ってます。なので次はですね、この窓をずらしていかないといけないんですよ。これはこうね、この窓ね、前に倒したことない方がほとんどですし、おそらく前に倒す機会は今後ないと思います。でないと思うんですけれども、なぜかラングラーはこの窓が前に倒れるという仕様なんですが、諸説あります。私も調べてみたんですが、戦争の、ね、軍用車で使われてたので、この窓を前にバーンって倒して、この風がね、ダイレクトに行く状態で、この銃をですね、助手席とか運転席から座ったまま銃がこう構えられるっていうので、ここが開くっていうのが一つで、もう一つはですね、船積む時になんとですね、ラングラーこうどんどんどんって普通に重ねたらしいんですよ。重ねてた時にこうほとんどオープンカーですから、こいつだけ邪魔だったみたいですね。だからこれを前に倒してこうジープを重ねていくっていうね、よくわからない仕様で運んでましたよね。っていうのもあって、それの名残でここはバーンとね、開くようになりました。で、今ですね、この2022年現在も最新のラングラーはまだ前に開くんですが、これは戦争のためではなく、風を感じたり自然を感じたりするためにラングラーはまだここ開くようになってるんじゃないでしょうか。
まあ前置き長くなりましたが、これ前に倒すのやんなきゃいけないことがいくつかあります。まずワイパー取る、屋根外す、でここの止まっているネジを4本外す、まあそんな感じなんですけど、今日は時間短縮で別に前に倒して運用するわけではないので、まあ、ワイパーは前に出すだけにしておきます。はい、こんな感じですね。本当はワイパー取るんですよ。もしこう前に倒したまんま運転する場合はワイパー取るんですが、今日はこれちょっと前に傾けるだけですので、ワイパー取る必要はないですね。で次屋根を、ね、取っていきたいと思います。これ屋根だったらね、ここの屋根だったら皆さん取ったことあると思いますので、慣れっこだと思いますが、助手席側から外して運転席側です。で今日はしまわずにそのまま屋根の後ろに乗っけていきたいと思います。ここ止まっているものをですね、こうパチパチパチと3箇所開けて、ここのトリガーというかスイッチ、このね、金具をこう下に起こすともう取れます、はい、まずは助手席側からね開けていきたいと思います。こんな感じ、まあ、ちょっとずらすだけですね今日は。はい、これで開きました。では今度は運転席側も開けていきたいと思います。はい、ここですね。でこれ、はい、もうこれで浮きますね。よいしょ。これをちょっとずらします。はい、開きました。でね、今度はここを固定しているボルトを取っていきます。はい、でボルトで使うのはこれですね。40ミリのトルクスです。40ミリのトルクスを使っていきたいと思います。でね、さっきここ開けたのと同じです。よいしょ。これからここに存在するネジを4つだけ取っていくんですが、ここねサンバイザー開けたこれをね1個取っていきます。これ左右ね。であとはサンバイザーの取って、これです。これも左右ね。だから1,2,3,4と4つ開けていきます。はい、じゃあトルクスエンジで開けていきたいと思います。ここね、これね、これをこうこんな感じで開けていきます。まあ、フロントウィンドウのネジでなんで結構いかつい感じだと思います。ほら、こんぐらいのネジが出てきましたね。これを4つ取ってきます。はい、じゃあここですね、ここも取っていきます。はい、取れました。で次は逆側ですね、ここも取っていきます。あ、落ちた。最後に運転席の一番端っこですね、あそこを取ります。ここですね、おい、取れた。で、このガッとやる前に気をつけていただきたいのが ETC のセンサーと、あとはドラレコね。まあ、ETC はおそらく皆さんここのところに多分貼ってると思うんで、ちょっと剥がしてどっかに退避しておいてください。ドラレコはケーブルを抜くだけでいけると思います。さあ、これでちょっとね、押してみると、はい、見て、ほら。うわ、ほら。窓開いた。窓が前に行きますね。これでちょっとケーブルを張っていきたいと思います。さあ、いよいよ前の窓を開けてケーブルを這わせていきたいと思います。これね、ここが全部ガッと前に行くんですが、気になっている方いらっしゃると思うんでね、一応取っておくと、このセンサー類のところ、ここですね、ここのとこってどうなってんのみたいな、多分気になると思うし自分も気になってましたので、
一旦これをねガッと開けてみて、これ倒さないように気をつけてくださいね。はい、これちょっと裏行ってみますと、これねセンサーはこんな感じになってますね。センサーはこんな感じになってて、裏側はこんな感じ。もうね窓側にいろいろケーブルとかがねくっついてるんで大丈夫っぽい。あとはドラレコのケーブルとかがこっち側に隠されていれば問題ないですね。すげえ窓開いてますよ、見てください。ほらほんで、あ、そうそう、肝心だね、ケーブルはこれさっき閉じてる時はここ隠れてましたけど、これが開くとこんな感じ。これでね室内側にこれケーブルが行きます。で中はこんな感じなんで、今回はこのスピーカー方向にケーブルを持っていきたいと思いますので、下を通ってスピーカー側に抜けたいと思います。よいしょ。ではですね、こちらですね、これケーブルの長い方をバッテリー側にしていきたいので、これを外していきます。延長したやつ、これ本体ですね。でこれ長いケーブルがブーンといきますので、こちらのね長い方ですね、これを、まあ、バッテリーの方に持っていってこんな感じでね、はい、で余った分は助手席側のグローブボックスでまとめていきますので、これこんな感じで通していこうと思います。はい、でまずはですねここの、ちょっと取れない、プロはねこんなの簡単に取っちゃうんでしょうけど、まだ初心者なんで、このスピーカーの部分ですね、これ爪がどこにあるのかまだ把握できてないので、開いた。3つの爪でスピーカーは固定されているみたいなので、の3つの爪を4つかこれで外していきます。4つで、この裏側ですね、ここのところにこのケーブルを通していこうと思いますので、まずは下準備でここに待機させておく。はい、でこちらを開けます。うわーすげー。はい、でこれを持ってくる、これを持ってくるときにこの横側ですね、このスピーカーの横側を通したらいいのかな、この辺かな、この下側ですね、この辺を通しておけば邪魔にならないと思いますが、一旦ここを通していきましょう。アメリカンインテークさんだとパッキンを溶かしてその下に入れましょうとか言ってましたんですが、パッキンが取れないんで、パッキンがくっついちゃってるんで、いやこれね多分ね前側じゃなくて横側から行った方がいいかもしれない。ここやめます。これねもうちゃんと純正のケーブルがここ通ってるんで道ができてるんで、これで行きます。こっち側で本当はねこのスピーカーの方にこっち側に行こうと思ったんですが、ここパッキンがあるんで純正と同じようにこの側面からこのね純正のなんかケーブルが入ってるんで、側面から横に行ってグローブボックスに行きたいと思います。で、はい、こんな感じですね。今赤黒のケーブルを純正と同じように全く同じようにこう這わせてこれを締めてみます。そうするとピタッとね、はい、こんな感じですね。おー、いい感じ、いい感じ。で、これが、まあ、このまま下行って、バッテリーにつながるんで、どうでしょう、ここね、こっちから見るとこんな感じになってますが、これは今からこの後ろに、これね、ここに隠されていくので、問題ないです。まずは運転席までケーブルが通ったっていうことで、ここね、開けた意味があったかと思います。余計な長さのケーブルを
合わせたくないので、ほとんどぴったりな感じで長さを測っていきたいと思います。後ろに合わせて、じゃあ今ねばらけたコードを純正となるべくこうね這わせるように、そうしたらね雨の道とかも塞がれてるんだと思うんで、こういうパッキンの下とか通してバッテリーにつなげるまでの余裕を持たせたケーブルをここに2本ポッとねやってます。ここもねちゃんと純正に合わせて邪魔にならないようにケーブルを這わせてます。で皆さんが一番難関だと思っているここの部分で、この部分はこの窓を前に傾けることによって難なくクリアですね。はい、それでは次はですね、ここの室内に取り込んだケーブルを今度はここの中に隠していく作業ですね。ここでも私はまだ素人なので、この爪でこの扉を開けていきます。何箇所どこにあるかが分かんないんでね、ちょっと、あでも少し開けばね爪が見えるんで、こんな感じで、まあ、取れますね結構ね。これはどうやって取る、あ引っ張れば取れました。はい、こんな感じで側面が見えてきましたね。でこれが純正の運転席、あの出す向こう側からね来てるケーブルなので、これに合わせてこの下にですね、ここに隠していこうと思います。こんな感じですね。で確かねこの辺りから向こう側のグローブボックスに行くんで、これねこれは取った方がいいのかな。はい、これもちょっと取ってみまして、でここから後ろにこうね、でこれでグローブボックスの方に行く予定です。これで下通してグローブボックスの方に行くと、ね、こんな感じになってますね。じゃあ一体ここ隠したので閉めます。いい感じに隠れてると思います。これを閉めていきますね。これでこうパチパチと、おいい感じじゃないですか。これでねこう閉まりました。ここがねちょっとね浮いてるのはね仕様です。はい、であとは下を這わせてグローブボックスまで到着すれば OK ですね。あもうこれねスピーカーのところね、ここ使おうと思ったけど使わなかったんで閉じちゃいます。よいしょ、 OK ですね。はい、これで綺麗にケーブルが収まりました。さあ室内側は綺麗にまとまりましたので、今度はバッテリーにですねつなげていきたいと思います。バッテリーにつなげるのは普通にここ導線ですのでね、こういう電気パーツをつなぐためのこういうのを使って接続していきたいと思います。まずは銀色の端子部分を普通させます。はい、これで少しまとめて、でこれをですねこちらにほっとはめていきます。でこれをよいしょ、はい、これでまずはプラス側ですね、マイナス側も同じようにやっていきます。はい、これでバッテリー側の端子の準備ができました。でこれを黒はマイナス、そして赤はプラス側に接続していきます。接続するときにですね、利き側の方でねプラスとマイナス端子がくっついちゃってることがあるかもしれないので、一応ね確認をしてください。はい、ではねつなげていきます。まずはねプラス端子からですね、どこにつなげても大丈夫なんですが、こういうねネジ径が合うところみたいなところを選びましょう。この辺ありだと思いますね。はい、ここのネジが遠ミリなので、ここの遠ミリのネジのところにやりたいと思います。
あのネジこう落とさないように気をつけてくださいね。でここにこれをはめていきます。はい、こちらが OK です。マイナス側はちょっと機器接続をするまでですね、つなげないでおきます。ショートすると危ないですからね。このマイナス端子はショートしないように絶縁しておきましょう。はい、こんな感じで絶縁しておきます。ボンネット側の配線が完了いたしましたので、ここを締めていきたいと思います。で開けた時と全く逆で、このように真横からまっすぐ中に入れるとピッと閉まるはず。はい、これで閉まりましたね。ネジ締めていきます。使うのは40ミリっていうのかな、これミリ単位がちょっとよくわかんないですけど、40って書いてあるトロックスレンチです。上側と下側ネジの長さが違うので気をつけてください。上側の方のネジの方が長いっす。これでネジを締めていきますね。これでいけましたね。ゴミが入らないようにボンネット閉めます。花粉が入ってしまった。ワイパーも元に戻します。トロックスレンチを締めていきます。端っこから順番にいきますね。見えてるかわからないですが、ここにありますね。ここにネジを入れていきます。そんなにいっぱい力入れすぎるとダメですよ。優しく力強く、意味がわかんないね。はい。これでフロントウィンドウ固定完了です。たった4つのネジでこれ開けられるので、まあ難しくはないですね。ちょっとビビりますけどね。とりあえずこれで屋根閉めていっちゃいますね。運転席側から閉めていきます。閉めるときにね、目印になるのはここのなんか白い棒みたいなやつがこの白い穴に入るところ、意外とねいい目印になりますんで、これが入ったらもうなんかいろいろぴったんこみたいな感じです。はい、でこれ閉めていきます。助手席は閉めていきます。目印はこの穴ですね。こいつめがけていくと結構やりやすいですね。はい、で1、2、3でもう一個4。はい、これで屋根終了。そしたら今度は中側の工事行きたいと思います。工事っていうか、もうこれグローブボックスにしまったらおしまいですからね。じゃあグローブボックスを開けてこれをですね隠していきたいと思います。はい、結構これは簡単に取れますが、ETC があるのでそんなにいっぱいは引っ張れません。下に置いてください。これ下から引っ張ってきてる感じなんで、これですね、これをなんかどうしたらいいんだこれ。あ、ここ先に通しておかなきゃいけなかったのか。まあ、ちょっとめんどくさいな。ちょっと失敗ですね。ここつながってるから、これね、ここにね穴が、あ、通るかな、通らないかもな。指が3本ぐらい入るスペースはあります。これが通るぐらいかっていうとちょっと難しいかもしれないな。お願い通って。あー、惜しい、すごい惜しい。ほぼと、あ、取れた、取れちゃった、蓋取れちゃった。お、いや待てよ、蓋取ったらいけんじゃない。通してからまた閉めりゃいいんだもんね。あ、これいけんな。皆さんはね、先にこっちから配線通すようにしてくださいね。同じ過ちを繰り返さないように。あ、いったー、よっしゃー、危ねー。
あ、来た来た、来ましたね。ケーブルも通りました。あー、よかった。はい、こんな感じでね、ちょっと蓋取ったらいけました。で、また蓋閉めときます。で、こういう時にバッテリー繋がってると、もう端子ね、こことここ触ったら感電しちゃいますから気をつけてください。マイナス端子は今抜いてあるんで感電はしません。大丈夫です。これを閉めますね。パチッと。で、こちらにこれをアンチします。ね、あのね、この右側のこのスペースにね、すごく大きなスペースがあるんですよ。本当に大きいスペースです。なので、ここに、この右側のところに結構いろいろと物が置けますね。残りのケーブルたちも持ってきちゃいます。この足元のこれを戻します。どんどん元通りになっていきますね。こんな感じでね、はい、綺麗になりましたね。はい、あとはこの配線ですね。配線の部分をさっきのこれコードまとめるやつ、意外と捨てないと便利ね。これでまとめていきます。で、ここピョコって出てるの、これを AAC に、あっちのね、この間のドラレコと同じ、ああ、だからドラレコの AAC がこの辺りに来てるってことだよね。で、ドラレコつけてもらった、ね、時に、この辺に確かドラレコの電源が来てて、そこに AAC がいたと思うんですよね。あ、これだ。よいしょ。これですね。これがね、ドラレコの電源なんですが、国内基準、前の動画見ていただければ分かるんですけれども、国内基準ですと、赤いのが AAC、黄色いのが常時電源ですね。なので、こちら、AAC 電源、赤ですね。はい。で、これも赤なので、ここから AAC 電源を頂戴しようかと思います。で、これですね。カニさん、覚えてますでしょうか。このカニさんで、電源を持ってこようと思います。電源というか信号ですね。信号を持ってこようと思います。こちらの擬宝子端子は今回必要ないので、擬宝子は切っちゃいますね。で、こちらの方にケーブルをプチッとね、挟み込みます。はい、これで分岐線にこのね、OA タップみたいなやつに AAC 電源、これね、 AAC の信号線がつきましたね。こんな感じです。はい。で、あとはこちらの分岐線にいろいろな機器をですね、つなげていきますが、それはまた別の動画でご紹介します。はい、終わりました。とりあえず分岐をエンジンルームのバッテリーから今回は中に引き込んで、そして AAC 信号線っていうのを取るところまでやりました。またね、いろんな機材をこれに接続していきますので、お楽しみに。それではまた。